Alright, what is going on, guys? It's Sage here, and welcome to a brand new part of the playthrough. A new beginning. The continuation. とうとうは平行章の日ですね。準備は整いましたか? こちらへ、 これをあなたに。 昨晩書き下ろした虎の巻です。今回の交渉は複雑ですが、 187を超える状況には至らないと判断しました。マジか。すごいな、お前。これら状況の対策を全て書きましたので、それを参考にして臨機応変に対応してください。What? うわ、分厚い! どれどれ、激しい言い争い、戦いの火花、放火作戦、兵の分散投入、人質の確保、多すぎる。でも、すべての状況の解決方法があるなんて、それだけでも心強いな。それは良かったです。 今回の和平交渉は非常に特別なもの、渡津見島と幕府にとってとても重要なことです。しかし、渡津見島の兵士たちが不満を抱いている以上、私たちは和平交渉において不利な状況に立たされています。交渉を円満に終わらせるためには、より多くの手間がかかるでしょう。渡津見島の荒人神の巫女として、この席を担わなければなりません。 私に力を貸していただけないでしょうか。それは良かったです。では、出発しましょう。 お久しぶりです、九条サラさん。 前に会ったのは戦場でしたね。 ああ。 あの時はお前のおかげで苦汁を飲まされた。ところで、なんでお前もいるんだ? <笑>いいんじゃないか。はい。彼は今回の交渉の証人となります。彼は私たちの戦いを最初から最後まで経験し、現在の平和に多大な貢献をもたらしました。彼以上にふさわしいものはいません。 それもそうだな。では早速本題に入ろう。I want to see her smile, not gonna lie. In their tit for tat peace talks. まずは海域の管轄権の問題だ。戦時中、私たちは鳴神島における渡津見島漁師たちの活動を制限してきた。ここより、その制限を正式に解除しよう。 だが収穫を渡津見島に持ち帰るには、私たち鳴神島の税法にのっとって税を納めてもらう必要がある。そこまで。いいでしょう。ですが、鳴神島付近で漁をする方に対し、天領奉行による庇護を約束してください。彼らにもし治安問題による損失があった場合、天領奉行が率先して解決をお願いします。 それは約束しよう。協約の中にも載せる。天領奉行がいる限り、彼らに危険はない。なんか、うまくいってるみたいだな。There's gotta be a twist. それから人員の往来と常備軍の所属問題についてだ。以前までは、我々が渡津見島に行こうが、渡津見島の人間がこちらに来ようが、厳重な尋問を受けてきた。 その結果、お互いの交流がますます減り、島々の間で商売をする商人もほとんどいなくなってしまった。You know, this feels like a setting in like the Serenity Pot, not gonna lie. Like, both the characters are standing up. They're not like, you know, they can't sit down. And like, you know what? I really want these sort of blinds to be in the pot. Like, probably these torches and this and the flag and the chairs and okay, everything.
戦争が終わった今、双方の貿易取引を担当する商人をシャブ業から何人か選ぶことを提案する。貿易取引はお互いに意思疎通を取らなければなりません。双方の商人に参加させるべきです。シャブ業に完全に委ねることはできません。だが私の知る限り、渡墨島は現在あらゆる種類の物資が不足している。シャブ業による統一管理はお前たちにとってもいいことだろう。物資の不足についてはこちらが対処します。ご心配なく。それに渡墨島は資源が豊富なため、多くの商人がここへ来たいと願っています。ましてやこういうことは上里家と相談するべきこと。天領奉行はここまでの権能は持ち合わせていないはずですよね。だったらひとまず治安について話そう。単刀直入に話すが、渡墨島の治安部隊を天領奉行の管轄下に戻したいと思っている。当分の間それは不可能なことです。不可能なことなどあるまい。天領奉行が稲妻の治安を管理している以上、渡墨島をこのまま例外にするわけには。卑劣な九条家め、貴様らはファディと結託し俺たち渡墨島の全てを奪おうとしてるんだろう。お前さ、野郎ども、九条家を信じるな。俺に続け。九条様を守れ。第16条、いやいや67条か、それとも73条、あー、どれを使えばいいんだよ。ココミ最高だな。最後の一条です。しかしあなたたちが手を出す必要はありません。忠勝、状況が変わりました。あなたたちは横で待機してください。ご安心を。あなたたちの思いは理解しています。後のことは私に任せてください。九条さん、このことについて我々渡墨島に説明をしていただけませんか。ああ、少し待ってくれ。全員私の調査が終わるまで手を出すな。お前たち二人こっちに来い。いえ、お前たちは本当にファデュイと結託しているのか。それは、その結託とまでは。何人かのファデュイたちが渡墨島との戦争を引き延ばすために共に協力しようと言ってきたんです。それでそのどうせ害もないと思ったので。ですが私たちは同意したわけではありません。ただ彼らに渡墨島で大暴れをさせてから状況を判断しようと。九条様、私たちは彼らと結託なんてしていません。ただ少し前に一度話をしただけです。それがなぜ渡墨島の人に知られたのかは分かりませんが。もういい、戻って罰を待つんだな。何がどうあれそいつらはファデュイだ。奴らが私たちにしたこと、もう忘れたのか。協力どころか、最初から関わり合いを持つべきではない相手だ。God damn man, I fucking love Sora's character development. It's small, it's not the biggest one. But
but I mean, I like it. やつらの目的は何だ？ファデュイの主力はすでに稲妻から撤退しました。私たちを訪ねたのは彼らの親分の敵討ちをするためだったようです。あの女の部下か。復讐を果たし、稲妻をまた混乱に導こうとしているのか。いつか必ず私が奴らを全員捕らえる。この件に関しては確かに我々の問題だ。すまない、私の管理不足でこのような局面をもたらしてしまった。今一度和平交渉を続ける機会を。もちろん九条さんがこのことをうまく処理できると信じていますよ。ですが、自分たちのことですら管理の行き届いていない天領奉行に渡積島の治安を預けるのはいささか不安が残ります。返す言葉もない。この議題はひとまず置いておこう。天領奉行の管理改善を済ませてからまたきちんと話し合いの場を設けさせてくれ。商人に関することは私も社奉行と相談し、双方が参加できるようにする。なんだか九条サラの勢いが一気に弱まったな。これで交渉がうまくいくはずだ。まさか渡積島の軍師が戦いだけでなく交渉にも秀でていたとは。次会う時はまたこうして座りながら話し合いをしたいものだ。戦場でのお前は厄介すぎる。 Is that smile? Is that a smile? 今日はここまでにしよう。私も戻って天領奉行の内部問題について徹底的に調査しなければならない。ファデュイの拠点はすでに私たちが潰しました。もうすぐ彼らから支援の要求連絡が入るでしょう。相手に感づかれないよう、まずは彼らに従い、現れたところを一網打尽にすることをお勧めします。考えておく。感謝する。 Yeah, that's a smile. I, that's, you know what, that's good enough for me. That's good enough for me. では私はこれで、次また会おう。バイバイ。三五宮様、我々は。You guys have some explaining to do. 渡積島に戻ってからにしましょう。We sit down? Oh, we can. There's like ages playing, like, ooh, I want to sit down. Okay, convince the troops together with Kokomi. Not gonna lie, I thought there would be more fighting.星と深淵を目指せ。サンゴの宮様、全て知っていたのですか。あなたたちがことを起こした原因、すでに聞いています。天領奉行が信じられないため、和平交渉をせず戦い続けたいのでしょう。結果から見ると、確かに当てずっぽうで彼らの陰謀を見抜くことができました。ですが、あなたたちのやり方を認めるわけにはいきません。しかし、サンゴノミヤ様、我々は多くの仲間を犠牲にしてきました。このまま足を止めてしまったら、今までの努力が無駄になるのでは。 The fact that you're forgetting, like, the main goal that we were doing all of this in the first place, isn't that just letting the, you know, the people that have died go to waste, you know?You're contradicting yourselves. このまま戦争を続けることを望みます。私が犠牲になっても構いません。完全な勝利を得られるのなら。完全の勝利か。あなたたちの考えも理解はできます。ただし、その考え方で他人を巻き込むようなことはしないでください。戦時中、悲しい出来事が多々あった反面、勝利の味も経験してきました。あなたたちにとっては戦意をかきたてる経験だったでしょう。ですが、あなたたちの見えないところで毎日苦しい思いをしながら生きてきた人々もいたのです。
渡津美島の人々が平和を願うのは、一人一人が戦争にたくさんの力を費やしてきたからです。彼らはもう疲れ切っています。あなたたちをもう一度あの日々に戻すわけにはいきません。しかし私は。わかっています。すべてあなたたちのせいというわけではありません。私の考え不足でした。あなたたちに戦う意志を持つよう伝えたのに、それをどう手放すか教えなかったのは私です。三五宮様のせいではありません。私たちの身勝手が招いたことです。何にせよ軍法による処置を受けます。はい、では処置を言い渡します。今日より秘密軍隊を設立することに決めました。渡津美島の安全を守り、一切の危険を島から遠ざけてください。そしてあなたたちと同じ考えを持つ者の加入を許します。ですが訓練は非常に厳しいものになるため、しっかりと頑張ってくださいね。三五宮様、それはどういう。今回の交渉から見て、九条家も当分の間は平穏を保てないでしょう。平和を望む者もいれば、戦争を望む者もいます。渡津美島が平和を望んでいるとはいえ、自分たちを守るくらいの力は必要です。あなたたちにまだ戦う意志があるのなら、今日から厳しい訓練を受けてもらいましょう。一人一人が戦いの場で幕府の武士を二人やっつけられる程度になるまで。ありがとうございます、三五宮様。では五郎のところで訓練を申し込んでください。今後は何が起きようと自分勝手な行動は許しません。もし次またこのようなことがあれば、理由を問わず弁解の余地がないことをお忘れなく。かしこまりました。今後は精一杯訓練に励みます。こんな機会を与えてくださり誠にありがとうございます。では私たちは五郎様のところに行ってきます。ここみらしいね。はあ、やっとこれで適切な解決ができました。なんだかまたエネルギーが減り始めたような気が。一緒に秘密基地へ行って休みませんか。ご苦労様でした。あなたのおかげで渡津美島はまた平和を取り戻せました。はい、ゆっくりと回復しています。しばらくすれば完全な状態に戻れるでしょう。やはり人の多い場面は苦手です。以前よりはだいぶ進歩しましたが、それでも人が多くなると少々慌ててしまいます。交渉などは今度から五郎に任せるとしましょう。お疲れ様。そうでしょうか。でも荒人神の巫女としてはまだまだ力不足が否めません。 My mom's fucking eyes, man. What a nice scene. What a nice angle. 以前は勝つことだけを考え、渡津美島の安寧を維持し、一人一人が楽しく生活できることを望んでいました。しかし今になってそれだけでは足りないことに気づいたのです。人の願いは千差万別、幸福の基準も無論異なります。私の歩むべき道はまだまだ長いようですが、問題ないでしょう。今の私はまだまだ未熟者。 I'm sorry. ですので、もう少しだけ渡津美島に残り、私と一緒にいてくれませんか。
Ooh, see. Fuck! I thought there would be more CGs and like fighting scenes, but it's just like a wrap up for the story. My god. But I guess there aren't really anything else here though. Can we read her? No? Sit down? Alright, well, I guess that's it for the Kokomi story quest. I genuinely thought there would be more, I guess, fights and CGs, but I guess, I mean, I don't know. The CG was kind of underwhelming, actually. But, the writing's good. The writing's good. Could be better, but it'll suffice. But, yeah, hopefully you guys enjoyed this video. Thank you so much for watching. It's been Sage, and I will see you guys.